はい、どうも皆さんこんにちは、スターディーの河野玄斗です。100の質問イエーイ。今回100の質問考えてきました。ありがとうございます。あんなことやこんなことやいろんなことを聞けるんだちょっと楽しみにしております。ちょっと怖いね、変なの入ってない？入ってないです。入ってない。まあでも普段はね、教育動画ばっかだからあんまプライベートなことを話せてないなっていうふうに思ってたんで、だからこれを機に、まあ、自己紹介も兼ねていろいろ答えられたらなっていう。怖いな、なんかそういう時の振りが一番怖いけどね。あんなことやこんなことって言ってたからね。まあまあまあ、でも答えていこうと思います。お名前は？名前は河野玄斗です。名前の由来は劉備玄徳っていう人が三国志にいて、その玄徳だけど、玄徳くんは言いにくいから玄徳になりました。ニックネームは？ニックネームは玄玄。誕生日は？3月6日。血液型は？血液が B 型っぽいって言われるよく。確かに確かにやっぱそうなんだ。身長は？182センチです。趣味は？趣味はもう勉強かな今は。好きな食べ物は？サバ缶。好きな色は？青。まあこれスターディーからね。好きなスポーツは？やるのは卓球とか好きかもしれない。特技は？太鼓の達人。地味にできる。地味に、この色をしてください。はい。今日のファッションポイントは？今日のファッションポイントこのずっと使ってるベストスーツかな。あとこれね、頭脳の賞金で買ったネクタイとかないけどね、ポイントなんて最近ハマっていることは？もう勉強しかないよね。公認会計士試験が迫ってるからね。もうすぐですね。もうすぐ。好きな YouTuber は？でも最近見てるのは海外のリアクション動画とか見てるかもしれない。あるよね。ニコラス、はいはい、リキ知ってんの？知ってる知ってる。え、知ってんの？うん、進撃の巨人とか最近あのリアクションしてる、うん、あ、そう、それとか結構ハマってる。宝物は？割と参考書とかかもしれない。自分の努力の結晶が全部詰まってる。口癖は？口癖？まあとかなんか言っちゃう。あと確かにとか言っちゃうね。最近一番笑ったことは？最近一番笑ったこと？笑ってないのかな俺。思い当たんないってことは。思いついたのが、公認会計士の勉強で未達事項っていう、割と多くの受験生が苦手としてるところがあって、その解き方を自分で編み出して、どんな難しい問題も解けるようになった時ににやけたね。にやけた一人でみんな解けんじゃん、革命じゃんみたいなっていうのを。それぐらいしかないから。苦手なもの、怖いものは？でも体に悪そうなものはちょっと嫌かもしれない。なんかアメリカのめっちゃ色つくキャンディーとか、あー結構食べれない。あ、毒毒し。今悩んでいることは何ですか？公認会計士試験のことで頭いっぱいだから、まあ、だからそれで言うと YouTube の投稿頻度がちょっと下がっちゃってるのが悩みかもしれない。もう少々お待ちください。すいません、度が出します。1ヶ月同じものを食べ続けるとしたら？サバ缶。好きな教科は？まあ、数学。それはもう数学でしょ。今まで見た有名人で魅力的な人は？それこそ最近話題になってるアンミカさんとかは、たまたまお会いした時にまんまあの感じだった。もう知的で本当に切り返しが上品で、かつ知性があるからすごいなっていう。生まれ変わったら何になりたい？生まれ変わるとしたら自分。もう一回自分のね、人生みたいね。自分を動物に例えると？え、犬？犬わかんない、意味はない深い意味はないけど。今一番欲しいものは？今一番欲しいものは合格証。無人島に行くとしたら何を持っていきますか？無人島か、まあ、生き延びられるように大量の食料だよね。あ、船とかはダメだもんね。船を自分で作ってみたいな。まあまあでもありなんじゃない。飛行機とか。あ、飛行機帰れちゃう帰れちゃうな。好きな映画は？好きな映画は唯一3回映画館に見に行ったものがあって、それが僕は明日昨日の君とデートする、僕はすってやつかな。兄弟はいますか？兄弟はいます。妹がいます、一人。お兄ちゃんです。一番小さい時の記憶で印象的なのは？一個パッと思い浮かんだのはプールで死にかけた時かな。もうなんか頭がもう水の中に浸かってて、2歳ぐらいの時だったから動けないの、自分ではもうどうしようもできなくて、あ、これ死ぬんだって思って、もう情景が明確にね思い浮かんで、結局その足掴まれてバッて引き上げてもらって、まあ、命の恩人なんだけどあの時はね、もう情景全部思い浮かぶ。2歳で数少ない経験かもしれない。走馬灯もうほぼ何も経験してないから走馬灯も流れてこないけど子供の頃
頃のあだ名は？小学校の時、一回風邪で休んだ時あったのよ、うん、で、風邪で復帰した時に戻ってきた時に急にみんなからゲンチョリンって呼ばれてた。ゲンチョリン？なんで？ってなったんだけど意味もなく、え、よくない？みたいな、そういうノリでゲンチョリンって一時期呼ばれてた。すぐ戻ったけどね、ゲントに。好きな定理は？好きな定理？一通り好きだな。でも三平方の定理は好きかもしんない。小学校の時にそれ知って、こんなんチートじゃんって思った覚えある。こんないい武器、しかもシンプルだから学べばいいのにって思った覚えある。好きなギリシャ文字は？好きなギリシャ文字とかないけどねアルファとか一番最初だし。最高偏差値は？最高偏差値は95かな。95? いや、あんま記憶ないんだけど、95は2回ぐらいは取ったことあって、校内偏差値とかだったらもっとあるかもしれない。スターディーの由来は？スターディーの由来はスターとスタディーを掛け合わせた造語。だから勉強を通じて次世代のスターを生み出していきたいっていう願いが込められてます。中学時代に好きだった科目は？数学。中学時代に苦手だった科目は？苦手？世界史。東大受験は難しかった？東大受験は正直難しくはなかったね。東大受験って英語と数学ができれば基本負けないんだよね。俺はたまたまどっちも得意だったから余裕だった。好きなおにぎりの具は？ツナマヨ。周りからはどんな人って言われる？抜けてる。確かに確かに。え、抜けてるのかな。抜けてるかもしれない。抜けてます。まあ抜けてる、まあまあそこもね、愛嬌ですよ。そこもまあ、愛嬌。愛嬌ということで、うん、ごめんなさい。最近ハマってるアーティストは？ずっとハマってるのはドロスとかアレキサンドロス、うん、シャンペの頃から好きで、あとはまあ邦録系一通り好きだね。座右の銘は？勉強はコスパ最強の遊び。噛んじゃった勉強はコスパ最強の遊びだ、うん、これが一番ね大事。ベッドは張ってますか？張ってません。子供の頃にしていた習い事は？ピアノと塾ぐらいかな。コンビニのお気に入り商品は？なんかタンパク質めっちゃ取れる鍋みたいなのがあるんだよね。野菜とタンパク質が取れる。セブンの？そう、タンパク質 33.5g。 おお。数字だけ覚えてる。普段料理はしますか？しません。子供の頃の夢は？2分の1成人式っていうのがあって、はいはい、10歳の時にやるんだけど、その時に確か2つなりたいものを挙げてて、1つがお笑い芸人だったんだよね。お笑い芸人になって100万円稼ぎたいですって言って。100万円？そう。で、2つ目が鳥になりたいって言ったんだよね。それしたら先生に褒められた。なんか、そういう発想は素晴らしいですねみたいな。そう、みんなちゃんとパイロットとか医者とか言ってる中、鳥になりたいって言ったから褒められた。今している活動で一番嬉しかったことは？なんか、これっていうのはないもんな。常になんか嬉しい、フィードバック一つ一つが。でも強いて言うなら、10万人いた時は嬉しかったね。桁が上がるとね、やっぱなんか違う。だから次桁上がるって言ったら、まあ、100万人だね。ぜひ皆さんまたコメントしてください。お願いします。コメントお願いします。登録もお願いします。逆に一番大変だったことは？大変だったこと？常に大変だったねまあ常にやりがいもあってって感じだから、まあこれは大変っていうのはないかもね。遊園地で一番最初に乗るものは？一番並んでないもの。コスパがいい。コスパがいいもの。 26×14 は？ 26×14? 364。怖い話は平気？ちょっと待ってえ、まあいいか、いいや、うん、聞かなかったことでしょ。え、怖い話？怖い話は、うん、平気。浪人ってどう思う？浪人は全然いいと思いますが、浪人できるっていう環境は当たり前のことじゃないから、それをちゃんと感謝してしっかりと浪人生活歩んでほしいなって思いますね。 79×49 は？ 79×49？ ちょっと難しくなったな。分かった。3871。正解。分かった。あ、こういうね、変だと思ったんだよな最初のオープニングが。掛け算ぐらいだったらいいけど。いる体勢はどんな感じ？いる体勢？横向き。学歴って大事だと思う？学歴は大事じゃない、なんだかんだ。まあ大事じゃないって言ってる人はいるけど、現実問題必要っちゃ必要だよね、ある程度、うん、あるに越したことはない。もちろんマストじゃないけどね。友達は多い少ない？多い方かもね。広いかも結構、うん。昔の自分に声をかけるとしたら？
声かけないかな。する。する。え、なんかあんま変に声かけて違う道歩まれてもなっていう。確かにタイムパラドックスだね。発生しちゃう。そう。反抗期はあった？反抗期はなかったんだよね。本当に。田舎と都会どちらが好き？個人的な都会かな。コンビニとかがすぐあるっていうのは便利だよね。タンジェント一度は有理数か。タンジェント一度は有理数か。2006年京大のね無理数です。はい、無理数です。タンジェント60度がルート3になるっていうことを利用して、まあ、数学的機能、あ、配理法で示していく。そう、正解。寝る前に必ずすることは？限界まで勉強はしてるね。頭がショートして、あ、そろそろ記憶整理した方がいいかもってなってから寝る。休日の過ごし方は？え、今はもう勉強しよう。受験生はそういうもんだからね。うん、休日なんてありません。ストレス発散方法は？え、勉強かもしんない。ちゃんと自分はやるべきことをやってるっていう、前進してるっていう感覚が自分のストレス値を下げてる気がする。何をしてる時が一番幸せ？え、また勉強それでいい？やっぱ切羽詰まってる時にやらなきゃいけないことをできてるっていうこと自体が幸せだよね。462を素因数分解すると？ 462? 2×3×7×11。 正解。よし。今どのくらい幸せ？まあ幸せだけど、受かったらもっと幸せ。これからやりたいこと、目標は？でまずは目先の公認会計試験受かって、あと YouTube も、まあ、登録者100万人突破っていうところは目先の目標かな。まあそれから先のビジョンもまあいろいろあるけど。金と銀どっちが好き？金。前世があるとしたら自分は何だったと思う？二宮金次郎。 X の5乗を微分すると？ 5X4 乗。早っ。いや、もっとね、難しい問題出さなきゃダメだよ。ほう煽られた。一番心が落ち着く場所はどこですか？まあ家かな、普通に。好きな季節は？夏。周りに褒められて嬉しかったことはどんなところ？割と結果かもしれない。本当は努力の過程を褒めるのが一番いいって言うけど、頑張り屋さんとかなんか恥ずかしくない言われると嬉しいけどね。まあ嬉しいけど恥ずかしいっていう。最近泣いたのはいつ？泣いたの？久しく泣いてないな。でも鬼滅の刃見て。鬼滅の刃結構前に映画見に行った時とか。好きなお菓子は？最近ね、たまにスルメ食べる。アウトドア派？インドア派？まあアウトドア派かな、結構。うん、みんなと会うのは好きなんだけど、最終的に戻って寝たい。なるほど、うん。好きな素数は？好きな素数ないけどな、別にまあよく言われるんだったら57とかね、グロタンディーク素数、はい、あとまあ一番大きい素数の2の8258万9933乗マイナス1とか。おお、よく覚えてるね。いや、まあ山と海どっちが好き？海。1日が25時間だったらあと1時間何しますか？寝るかな。もう勉強じゃないんや。もう頭ショートしてから寝てるからね、もうこれ以上は勉強できないかな。下の図において四角形 ABCD と四角形 ECFG は共に 正方形で。図形問題ね。ギブ。じゃあ問題読みます。はあはあはあ、あ、そう、こう一直線になってるね。図形問題って鉛筆使うもんじゃないの？でも、待って、だから、58。これ三平方の定理使った、ちなみに。お、一番好きな定理。そう、C から対角線垂線を下ろして、で、7センチと3センチの直角三角形ができるから、その斜辺の長さ、ルート58、まあ58って出した感じ。素晴らしい、正解です。好きなことわざは？好きなことわざ？時は金なりとか。勉強の時給4万円だからね。子供の頃から今までずっと使ってるものは？ないかもしれない、捨てるからすぐ。理想の献立のメインは何？献立？給食の話してる今。あのご飯全体の話。献立か。普通に野菜多くて鶏とかもあったらいいね。ボディービルダーの回答だけど。今何問目だと思う？今何問目？知らない、わかんない。85。84、惜しい。お、惜しい。すげえ。いい線いってた。適当に言ったんだけどね。好きな食べ物は最後にとっておく方を？うん、とっておく方。一日人間以外は何かになれるのは何になりたい？え？一日人間以外？鳥。鳥。飛んでみたい。鳥な。
そう、10歳の頃の夢を叶えたい。よく使うお気に入りの道具は何？シャーペン。今すぐ逃げなくてはいけないとき、まず何を持ち出しますか？食料かな。なりたいアニメのキャラクターは？ドラえもん、いいかもしれない。もしもボックスあるだけで勝ち組だからね。チートアイテム、もしもボックス。 2021C37 を読んで終わった、あまりを求めよう。あー、これあれね、去年の東大の問題ね。3だっけ？正解です。あ、よかった。でもあれ、あの問題誘導ありきの問題だからね、別に3答えられて偉くないから何も。どうしても一つを食べ続けなくてはいけないとしたら、梅干しかレモン、どっち？梅干しかな。今一番感謝したい相手は誰ですか？え、みんな、親とか見てくれてるみんな。ありがとうございます。自分を漢字一文字で表すとしたら？勉強の勉とか。好きな四字熟語は？ガシン昇誕とか。魔法が使えたら何をしますか？ドラえもん召喚する。ドラえもん、もはやもしもボックスだけどね。ドラえもんじゃないわ、もしもボックスだった。好きなアイドルは？最近わかんないんだよね。一昔前とかだったら AKB とか。公認会計士の模試は何判定でしたか？1回目が D 判定で、2回目が B 判定だった。上がってる。3週間で D から B。 本番受かりそうですか？まあ受かるって思うしかないよね。好きな憲法の条文は？好きな憲法の条文、じゃあ学問の自由はこれを保障する、憲法23条。 Riemann ゼータ関数 ZS の非自明な 0.S は全て実部が2分の1の直線上に存在しますか？わかりません。リーマン予想、ミレニアム検証問題、解けたら1億円。1億ドル ?1 億円か。解けたら1億円の問題欲しいね。いや、解けないよ。以上100問終わりました。おー、終わりがリーマン予想のわからない問題で終わる。締まり悪い。もやっとした最後。たまに数学の問題を挟んでみたんですが、気づいてた。最初の1問でわかった。20何かける10何って言われた瞬間わかった。こっからだろうなって思った。正念場は無事リーマン予想以外は全問正解。いや、確かにね、もっと難しい問題用意しないとダメだね。ミレニアム関係で次は攻めていきたいと思います。全部解けないね。ということで、今回100の質問に答えたんですけど、他にね、こういう企画やってほしいっていうのがありましたら、ぜひコメントで教えてもらえると嬉しいです。あとチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。